は西へ、今夜は南へ流れ流され旅から
改めましておはようございます。青木隆と申します。この音のある街コンサート、実行副委員長をやらせていただいております。今年はおかげさまで、なんと総勢104組の出演者にお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。どうやら雨も上がってきたようですので、このまま最後まで雨降らずに、みんなで盛り上がっていけたらなと思います。よろしくお願いします。沈み込んだりにもかもうまくゆかぬ時、僕のことを呼んでくれたなら「だってすぐに会いに行くよ」「どんな時だって君はこの世に一人ぼっちじゃないんだよ」Call out my name, and you know.
ありがとうございます、キャロル・キングの夕方フレンド、君の友達を、日本語バージョンでお送りしました。ご存知のように大人ある街コンサート、今年で3回目を迎えまして、今年もこの通り沿いに、全部で6カ所の会場で、2日間コンサートを開催されております。ここから通りをちょ、南の方に下っていただきますと、上切蔵というアコースティックの会場がございます。そして反対に北の方に進んでいってきますと、まず清川蔵書店、こちら番同会場になっております。そしてそのすぐ隣、北方バルという、ところ、こちらはアコースティック会場となっております。でそれからさらに北に進みますと、道路の左手の方、アイアイホールというところ、こちらもアコースティック会場があります。そして、そのちょっと先、今度道路の右側、この大人ある町コンサートの、本部のテントのところですね、ここは飛び入り参加可能、フリースペースとなっております。一応簡単なアンプとマイクも用意してございます。1人2曲まで、どなたでも空いていれば、そこで歌えますので、ちょっとノリで今日やってみようかなっていう方いらっしゃいましたら、ぜひぜひそちらの方へお越しください。そしてそれからさらに、北に進みますと、道路の左側、蔵には第一タクシー跡というところ、こちらバンド会場となっておりまして、午後1ぐらいからですかね、今日はちょっとアコースティックが多いのですが、こちらもバンド会場となっております。以上、フリースペースも含めますと7会場で、朝から晩まで音楽が流れます。皆さん最後の最後までゆっくり楽しんでいってください。よろしくお願いします。ではここでちょっと私の大好きな、そうですね、弾き語りを始めた頃に、よく歌ってた曲、カーニバルという曲を聴いてください。遠い昔の国からパレードが街にやってきた。夢の中まで聞こえてきたよ。俺は寝ぼけて道端にじっと座っている。今日はカーニバル。裸の女たちが笑って通り過ぎた。振り向いたら誰もいないよ。
たい俺の体を川に流しておくれ。お前だけが友達だった。ボカンボスのカニバルという曲でした。ではもうかれこれ10年くらい前、10年以上前か、になるんですが、友人の出産祝いに作った曲をお送りします。君と歩く道。君はやって
て空を越えて光に包まれてずっと前から待っていたのさ君がやってくるのを愛を抱いて夢を抱いて夜をいくつも越えて君と歩こう影と光の中を君と歩く道という曲でした。それでは、私の出番はこれで最後にしたいと思います。この後まだまだ素晴らしいミュージシャンの方々次々と登場します。皆様最後までじっくりと楽しんでいってください。青木隆でした。胸の中に映る
しい思い出やあなたとの毎日本当のことは歌の中にあるいつもなら
ありがとうございました。皆さん最後までゆっくり楽しんでいってください。